ダルペでの F1 開催は今回2008年に完成した今回のタイヤです。白のハードがシット、ソフトが7セットということで、そうですね、はい、吉さんさえ当たってくれれば路面は結構あった、あのこっちの地方ですからね、あった、あの温まるのは早いですから、ですからまた状況が随分か B1 とは変わってきた、変わってくるでしょうね、もちろん、うん、そうですね、まああの最初の30分はタイヤテストということなんですが、その前の段階で米谷さんね、あのハードと、まあ、ソフトのこう、はい、ハードの使い分けみたいなものがね、 B1 あったと思うんですが、ね、まあ、今回ハードタイヤが3セットということで、内に1セット多い、はい、まあ、あの初めてのサーキットなのでビレリも少しコンサバに確実に走り切るタイヤということで、ハードを3セット取ってきているわけですけど、その3セットのうちの2セットを B1 で使っちゃってチームは結構ありましたよね。チーム、そしてドライバーは今自分が履いているタイヤがどういうタイヤ
ピレリからは公表されてません、うん、ただ基本的には来年に向けてピレリはコンストラクションを変えようとしているので、コンストラクションの中の構造を強化してもう少しタイヤの耐久性を高めようとしてますね。その、まあ、頃合いがどの辺がいいのかというのを、まあ、今回何種類か持ち込んで実装をするというのは、もともと今年ピレリはいろんなサーキットで各チームのマシンを使ってテストをやる予定だったんですね、ただまあコロナウイルスの影響でそれ全てキャンセルになったので、その代わりとしてこのフリー走行の中で各チームに走ってもらうというような形になってますね。津川さん、やっぱりドライバーもメカニックもみんなこう手探りみたいな感じにどうしてもなりますよね。Thank you.
っとそういう感じになるんですけど、エアバッグイメージが出てるんですよね。そうすると、その荷重の抜け方が普通とは、普通のコーナーとは違ってきて、ああいうふうにリアが逃げるということもありえますよね。今のナルボンの映像出てましたけど、FP1 で、ターン4でマックスのスピンしてましたよね。あそこもちょっとオフキャンバー気味なんですよね。だからドライバーの感覚に反して、どん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 、アウト側に回っていっちゃうと、で最終的にリアが流れてスピンするってことになりますよね。向かい風、そういう風になっていました。
スが、ね、リセット目使ったやつだからね。だからフェラーリはベッテルの他のプラン担当で、あと7周走るんですね。Thank you.
リーフィングがあるんですけど、まあ、そこで話し合うよと。一応彼は GPDA ですからね、はい。条件を出して、まあ、ピレリとしてはね、非常にこういいデータがね、集まるんじゃないでしょうかね。そうですね。